はい、ここは首都プノンペンからトレンサップ川を渡って約1時間半のスワイアントーンというね、町になります。町というかですね、田舎ですね。はい、だけど交通のね、要所になります。スワイアントーンです。このトウモロコシはいくら？1個1000リエルで4つ買う。5個買う。5000リエルね。はい、この汚いあの看板はあのパン屋さん&ケーキ屋さんです。やっぱお土産屋さんという感じですね。あの交通の要所ですから、ちょっとパン屋さん見てみましょう。フランスパンでいいよ。これパンにはですね、これ肉入りがあって、カンボジア人にはこの肉入りの方が人気あるんですけどね、なんか抵抗があって私食べれません。普通のフランスパンの方がいいですね。なんかパン屋さんをあの綺麗にしたいんだけど、賃貸契約は1年しかないんで、綺麗にできないと。もうそろそろ移転するということで、1ヶ月いくらの家賃？土地は700ドル。1月700ドル。700ドル。あ、買うたらいくらぐらいするの？高い。ちなみにこの辺でこの土地買うといくらぐらいするの？3万ドルくらいは売れないらしいですね。あ、でも3万ドルぐらいで買えてまうんや。あ、さっきのおばちゃん、ここなんかすごい土地いいから銀行で借りて買うた方がええん違う？絶対に場所いいのに。3万ドル、まあもうちょっと高いことやね。そう、でも買うた方が得やな。そうです、場所絶対いいもん、うん。最近が 2年前からちょっと本当に来てたんで、これからどんどんさ、プノンペンから人がいっぱい来るから絶対場所いいよここ。買った方がいいよ絶対、うん。パンをね、あの買うきっかけでね、いろんなことが聞けました。建物のね、立ち退きを言われて、もう一つお店があるんで、そっちの方に移動するということなんですけども、場所がね非常にいいんで、ここの場所を買ってみたらというね話をしたんですけども、やはりプロンペンからのね、往来がすごくこう近年多くなったのでということをね言ってましたね。だから地方のこういうところのね、土地の地価のね、上昇というのがねしてるというのもね、少し興味深いことかなというふうに思います。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネル、これでね終了いたします。次回更新をお待ちください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご清聴ありがとうございました。